まず瓦礫の発生量については、はい、仙台市が処理している、まあ、一般廃棄物、はい、家庭とか事業所から出てくるゴミですね、はい、これの4年分に相当する135万トンという膨大な量が発生しました。で平成24年の7月末で、135万トンに対しまして40万トンの処理が完了しておりまして、処理率といたしましては 30%という状況まで進んでおります。来年の5月には仙台市の瓦礫の処理は完了する見通しが立ってるんですよ、まあ、そういった中で県内市町村がまだその瓦礫がまだ街中にある状況がございますので、うんうんうん、先月の27日からですね、はい、石巻ブロックの可燃ごみを10万トン受け入れるということで県の方と調整がつきましてね、実際もう1000トン以上を受け入れて焼却を始めています。我々の処理が終わってから受け入れるんではなくて、我々の瓦礫と一緒に処理すれば早めにその街中の瓦礫が撤去できるということで、7月からの受け入れという判断もしたところなんですね。仙台では、去年の津波をがですね、あの仙台東部道路っていうこの内陸部にある道路ですね、うん、これ6メートルのかさ上げの道路なんですけど、はい、この道路で浸水が止まったんですよ、はい、この東部道路よりも海側を走っている県道塩釜渡り線という県道があるんですけども、はいはいはい、これをかさ上げする、あとは国が整備する防潮堤の整備という、うん、この2本の堤防で、内陸への浸水を防いで、うん、まあ、市民の生命を守りたいというふうに考えています。その結果、その海岸線から県道、かさ上げする県道までの間の1700世帯について、はい、集団移転をしようということで復興計画を作っています。これがスケジュールになりますけれど、今あの住民の最終的な同意の詰めをしてまして、7月の段階で同意率が 88% まで来ていますが、9月、10月ぐらいまでにこれをできるだけ上に上げまして、で10月ぐらいからは移転や跡地の買い上げ、あるいは工事、こういったものに入っていきたいというふうに考えています。お住まいという意味では、その宅地の被害と津波の被害、こちらが2つの大きな課題ですけれども、これについてどちらも、制度を国の方と交渉しながら制度を作ってもらってますので、まあどちらもだいぶ動き出して、まもなく具体的な工事とかいろんなものが始まる段階まで来てます、はい、この上流の方から下流の方に、まあ、真水を流したりする形で助演というのをやってますので、当然あの、ま、真水をかけ流してですね、塩分をこう出していくんですよね。なので上流から3カ年に分けて下流に向けてというか海に向けて作付けを再開しようというふうにしてますので、今はだから比較的この県道に近い部分については一部作付けが今年は始まってます。来年はもう少し海側に行きますし、再来年で、できるだけ全面的な作付けができるようにということで今準備を進めてます。あ、まあ、一つはさっきの宅地復興の話があるということですね、うん、はい、仙台市はまあ、仙台市に集中した被害でもあるので、ただ国に働きかけて制度を作ってもらってこういう対応をしているというところがあります。あとは集団移転でいくと、仙台の場合にはですね、被災地一円を1ブロックとして自分たちでこう希望を出しながら14箇所のうちのどこかに行く、あるいはその自分たちでここに行きたいというのを言ってこすまとまればそこへの移転を支援するという形にしているので、まあ、ここからここに移ってくださいというのではなくて、いろいろな選択肢を示しながらご自身で、さっきの復興公営住宅もありますし、ご自身でそれを選んでもらうという、そういうやり方を中心に進めています。